お待たせいたしました。これよりアローズ合同会社トップパートナー契約締結記者会見を開催いたします。はい、まずはじめにカタール富山代表取締役社長の平井友茂より挨拶をさせていただきます。着席でお話をさせていただきます。本日はお忙しい中、お運びいただきましてありがとうございます。アローズ合同会社様のスポンサー締結の記者会見でございます。このスポンサーの契約の締結で記者会見をこれまでカターレ富山は、してきたかどうか私はちょっと分かりませんけれども、私が社長に就任して以降、こういうスポンサーさん、特に日本のスポンサーさんについては、記者の皆さんに少しでも活字あるいは映像にしてもらいたいという思いを持っております。その辺の背景について、少しお話をさせていただきながらアローズさんのご紹介をさせていただきたいなと思います。社長の就任の記者会見でも申し上げましたけれども、フロントは J2 復帰という最大の今期の目標を達成するだけじゃダメなんですね。J2 に復帰した後の世界というのをある程度思い描いていかなければいけないという、そういう時期に来ております。もう今5月ですから、来期どの程度の会社のトップラインを確保できるのかというのを視野に置きながら、その J2 のアベレージのトップラインというのを15なんですけれども意識しながらオペレーションをやっていかなければいけない。そんな中でどう考えても個人の消費でカタール富山が J2 並みのトップラインに追いつくっていうのは1年では絶対に間に合わない、そういう状況です。やはり法人の皆さんにまずは、売上を伸ばしていく牽引となっていただかないといけないというのは過去来、J3 から J2 から J1 に、上がっていったクラブ の、 売上の構成比を見ていると如実に現れています。やはりスポンサーさんにまず、会社のカタール富山の規模を上げてもらう、そういう牽引役をやっていただかなければいけないということで、特段、重要な収益項目というふうに考えております。ですので、お取り扱いについても丁寧に、スポンサーさんになっていただいた法人の皆さん方には、会社として誠意を尽くして、一緒に仕事をやっていく、そういった姿勢を見せたいなというふうに思っております。それがもう今この時期から始めなければいけない。ユニフォーム、特に単価の高いユニフォームにつきましては、ユニフォームスポンサーさんになっていただいた法人さんに対して、まず通常ですと、ホームページでリリースを出させていただいて、写真を掲載させていただいて、先方法人さんの代表者のコメントを載せさせていただき、それを周知しながら SNS 等でご紹介をかけていくんですけども、ユニフォームスポンサーさんにつきましてはやはり今後お付き合いをしていく上で、念頭に新体制発表の場でもユニフォームをお披露目しながら各社ご紹介をさせていただいております。新体制発表の場でご紹介をさせていただいておりますので、たとえ期中でありましても契約を締結させていただいた今回のようなアローズさんのような法人様につきましては、皆様方に直接こういった場でご紹介をさせていただくと
ということをまずは皆様に周知をさせていただきたいなというふうに思います。で、アローズさんなんですけども、ユニフォームスポンサーさんなんですが、富山にあまりご縁がないにもかかわらず、こうして、契約を結んでいただきました。まあ、強いて言えば奥様が南砺市ですね、ご出身だそうなんですけども、本社は東京ですし、またAI 事業ですとか、それから太陽光の仲介事業等の事業をやっている複合会社で、まあ、太陽光っていうことでいうと富山県日照時間がそう多くはないんですけども、まあ、これからビジネスを展開していく上で、まあ、エアポケットになっているような地域ではあります。ただ社長とお話をさせていただいて、先方の事業というよりも、カターレ富山が今J2、J3 から J2、J2 から J1 へビジョンを持って、力強く進んでいく、その成長曲線に自分たちの会社の勢いというものを乗せて一緒に扶養していく、上がっていく、そんなような強い思いで加勢をしてくれると、そういうスタンスのように私は感じました。まあ、かといって先方の事業の手伝いをしないというわけではないんですけども、今私が言うのもちょっと口が悪いんですけども、勢いをつけ続けているカターレ富山のまた加速にの日常と、まあ、なってみたい、見たいという、まあ、社長の思いを受けた形になります。社長はまだ36歳でとても若くて、これからいろいろな可能性を秘めている人間であり、また会社でもあると思っています。カターレ富山も同じように、設立してデビューの中では長い歴史があるわけではございません。何でもチャレンジできる新しい会社であります。こうした若い会社同士がシナジーを生むような、そんな結果になっていけばいいなという思いを込めまして、今回皆さん方にアローズさんという会社をお披露目したいというふうに思っております。これから J3、J2 復帰していく上で、どうしても私の方には、県内だけにとどまらず、カターレ富山のビジョンやコンセプト、あるいはサッカーに賛同していただける法人さん、勢いを持った法人さんであれば、県内外を問わず、今後ともこうした発表の場に出てこれるような、そういった法人さんが積み重なってこそ、会社として J2 で立派に戦っている準備ができていくのかなというふうに思っております。そのためにも今回基地でありますけれども、ユニフォームスポンサーとして、在東京の法人さんがこうやって来ていただいたと、まあ、カターレの富山県出身のクラブではありますけれども、全域に支えられたクラブというテーマも今後クラブを大きくしていく上では絶対必要になってくると思いますので、どうか皆様におかれましては、お見知りおきと、それからご支援の意味を込めまして、アピールをメディアさんを通じてさせていただきますよう、よろしくお願い申し上げまして、私からの挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。続きまして、アローズ合同会社最高経営責任者の泉大輔様より挨拶をさせていただきます。泉社長、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日お足元のありとかありがとうございます。弊社ですね、先ほど左友社長からの、お話もあったとおり、本社東京の渋谷にございます。この会見をするにあたって、しっかりと PCR 検査等を
受けてからのこの会見ということになっておりますので、その辺はご安心いただければと思います。で、弊社ですけれども、今年の4月から、カタール田山さんとゴールドパートナーというものを、まずは締結をさせていただきまして、ゴール裏の看板だったり、あとはアカデミーの技術だったりっていうところで、広告掲載をさせていただいてたんですけれども、まあ、そこでいろいろお打ち合わせさせていただいている中で、やはりカタール富山というチームのフロント社長をはじめ、左とも社長をはじめ、フロントの皆さん、営業部の皆さんだったりのこの一致団結感というのが非常に私の中では感じられました。で、まあ、その中で、まあ、やはり今年 J2 に絶対上がるぞという熱い思いを私も感じましたので、弊社としてもこのままゴールドパートナーで泊まるよりは、このカタール富山が J2 に上がっていく、その成長曲線にうちの会社も乗れればということで、まだユニフォームスポンサーでほとんど J3、J2、J1 でもあまり見ないパンツ裏、もも裏のところのユニフォームが空いておりましたので、そこを入れるとインパクトがあるんじゃないかと、東京の会社がカタール富山のユニフォームスポンサーになるっていう部分でかなりインパクトがあるんじゃないかなというふうに感じで、かつそうですね、フロントの皆さんの熱い思いっていうものを私の中で感じましたので、今回の、契約に至りました。で、まあ、先ほどお話しあった通り、私は全く富山県にゆかりはないんですけど、妻の実家が南砺市ということで、何度か富山に来させてもらったこともあり、まあ、来てすごい雰囲気が好きな場所っていうのも感じておりました。で、私がもともとなぜサッカーのパートナーになろうかなって考えたのが、まあ、非常にサッカーが好きだからというただ単純な理由だけでして、一番最初にゴールドパートナーを結ばせていただいた時も、まあ、今、別のちょっと J1 のチームのパートナーもさせていただいてるんですけど、ちょっと私の目標が J1、J2、J3 すべてのチームでパートナーを組むっていうところがまあ目標ではありまして、まあ、それは本当にただサッカーが好きだから、サッカーに助けてもらった部分があるからっていうところでパートナーになろうって考えた部分があるんですけど、まあ、J3 どこでやろうかって考えた時に、やはり妻の実家であるカタール富山っていうのを、まあ、2年3年前からずっと試合は追い続けてはいたんですけど、実際自分がそこまでサポーターだったかっていうとそうではなかったっていうのはあるんです。ただまあ今回、まあ、ゴールドパートナーにならせていただいたところで、フロントの方たちと接しさせていただいたときに、こんなにも熱い気持ちを持ったチームなんだと、もうこれは応援するしかないと。で、まあ、なんとか J2 に上がっていただいて、うちもその先ほど申し上げましたけど、成長曲線に乗らせていただいて、一緒に富山を盛り上げていくっていう熱い気持ちに応えようと、まあ、本当にその一心でパートナーにはなりました。まあ、さまざまな思いを受けて東京から富山へということで、まあ、富山にも事業所はないんですけど、これからちょっと富山県の方でカタール富山さんの力を借りながら、富山で事業の方を展開していこうということも考えておりますし、まあ、私のように東京の法人、そして非常にちっちゃい会社でもこういうふうにユニフォームスポンサーになれるんだっていう、まずは見せれたかなっていうのがあるので、富山にいる大企業の方々だったり、中小企業、私のように本当にちっちゃい会社の社長さんがカタール富山を応援したい、 J2、J1 に上げていきたい、これは非常に夢があることなので、一緒に富山の人たちとやっていければなと思い、今回のパートナー締結に至りました。私の方からは以上です。ありがとうございました。それではただいまよりトップパートナー契約証明書への調印を執り行わせていただきます。最初にカタール富山代表取締役社長の平井智茂より調印をいたします。その後にトップパートナーとして契約締結していただくアローズ合同会社様、最高経営責任者の泉大輔様から契約書に署名をしていただきます。
ただいまお二方のご署名が終了いたしました。契約書手数の調印も滞りなく行われましたので、ここで調印を記念いたしまして、平井社長、泉社長のお二人と、記念撮影を行います。それではお二人、机の前の方にお願いいたします。それではただいまより、質疑応答に移ります。ご質問のある方は、挙手の上、社名氏名を述べてご質問をお願いいたします。それではメディアの皆様、お願いいたします。まあ、弊社としては結構代理店ビジネスっていうのを結構多くやっておりまして、まあ、基本今中空なものが AI のシステムの代理店、開発会社は別にあるんですけども、どうしてもそこは開発一辺倒でして、なかなか売るのがなかなか自分たちは上手じゃないということで、私の会社に委託をされまして、代理店として、販売店として基本販売をさせていただいております。で、AI システムの他に、あと携帯電話、ソフトバンクさんの携帯電話等の代理店もしておりまして、まあ、法人営業っていうものをさせていただいております。で、もともと主力が太陽光ビジネスで、まあ、もともとは太陽光を買いたい投資家さんと太陽光を売りたいメーカーさん。っていうものをマッチングさせるというところで代理店手数料という形で手数料のビジネスをしておりました。もともとはその太陽光の建設にも関わってはいたんですけれども、どうしてもやはり建設っていうふうになるとリスクも伴ってくるっていうビジネスでもございますので、まあ、そこを上手にマッチングできるような買いたい人、売りたい人っていうところを直接つなげていけるようなビジネスモデルで、そうですね。事業を展開しておりました。で、サッカーダイジェストさんの方にも載させていただいて、今のサッカー応援アプリを開発中というふうに歌わせていただいてたんですけども、そこも今現在ちょっと目下開発中でございまして、やはり結構チームさんとのやり取りで結構なかなか伸びちゃってるっていう部分もあるんですけども、まあ、そういう事業、アプリ開発の事業等々もこれからはやっていきたいなっていうふうには考えております。はい、これですか、そういう開発を支援しているような感じ。そうです、開発支援してます。チームと、私が話をしておりまして、開発会社の方にこういうものを作るっていうお話をさせていただいたり、まあ、そこの開発を一緒に入って、こういうものがあったらサッカーは面白いっていうもので、一応開発には携わっております。他に、あ、はい、どうぞ。さっき紹介し忘れちゃったんですけど、年度の方針の中で、ビジョンの中で、もっと発信力を強化しようっていうことを私言ったかと思うんですけども、社長すごくそういうところサポーティブでありましてですね、今回協賛内容の中に先ほどソフトバンクさんという話しましたけども、スマートフォンとかですね、iPad のようなタブレット端末をですね、無償でご提供いただいて、どん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 社内間の発信を自分たちのデバイスを無償で提供するんでやってくださいって、すごくありがたいお申し出もいただいてます。そうですね、本当に熱い思いというか、ゴールドパートナーになることによって、まずはカタール富山さんとの、まず関係性っていうものが築けまして、その中で、アローズさんとしてどういうことをこの富山県でやっていかれたいですかっていうことを、基本フロントの方からお話をいただいて、私もいろんな チームというか、クラブのパートナーになる前はかなりサッカーチームのスポンサーになるっていうのは敷居が高いものだと感じておりました。何千万何億出さないとパートナーになれないんじゃないかっていう完全な固定概念があったんですけど、実際そうではなくて、結構少量な金額からでも受け付けていただけるっていうのもあり、で、今カタールの J3 っていうこともありますの でかつやはり今 J1 でオリジナル10と呼ばれるビッグクラブに比べれば、
やはり少量金額ではできるっていうところではあったので、まあ、そこでゴールドパートナーっていう形で、富山さんとはまず関係性を作らせていただいて、まあ、その中でやはり来季 J2 に向けて J2 に上がるためにはやはり富山さん資金が必要だと。でそれは私もサッカー界は結構知っているつもりではいるので中身は分からないですけどサッカー界の事情は知ってはいるのでやはり移籍選手を取るにもお金がかかる何をするにもお金がかかる、まあ、そういうところでいろいろすごく親身になってうちの授業についてもこういうふうにやったらどうですかとかこういうふうなところを声かけてみましょうかとかすごいうちのビジネスに対して親身に話を聞いていただいたっていうところがもう一番の。でそこまで聞いてもらってうちの売り上げも伸ばそうと一緒に成長しようと言ってくれるチームでしたのでうちもここは何かを答えないと僕多分この先の人生後悔するなって思ったのでそこまでうちもまだ売り上げがあって利益が出てるわけではないんですけれどもある意味勝負の一年富山さんも J2 に上がるための勝負の今シーズン弊社としても売り上げを上げるための起爆剤としての勝利の一手を打つために、まあ、フロントの方とちょっと一難結をしてやろうと思った次第でございます、はい、ありがとうございます。ユニフォームの、ロゴが入るっていうこと以外で協賛内容は、まあ、先ほども東野さんもちょっとおっしゃってましたけど、はい、何かこうファンの方がユニフォーム以外でアローズさんのことを見るような機会がもしあればどんなところで見ることになるのか教えていただきます。一応スタジアムに今現状ゴール裏にピッチボード出てましてそれがバックスタンド側になるんですかね。バックスタンド側でよくダゾーンとかで抜かれるようなところに看板が並んだりあとは小学生のアカデミーのビブスですね。やはり次世代のサッカー選手を育てたいという気持ちもやはりありますので小学生のビブスっていうのも今協賛をさせていただいております。ありがとうございます。接点といいますと去年の7月ぐらいですかね弊社の方から、まあ、このコロナ禍でかなりスポーツチームも打撃を受けていたと。ただ去年に関しては弊社の決算もそこまで売上高が高くはなかったんですけど利益の方がちょっと残ったので、まあ、何かサッカー界にできないかなっていうことでこちらからカターレ富山さんに、アプローチをかけました。で、まあ、ちょっと去年の中ではなかなかその実現には至らなかったんですけれども左友社長をはじめ、営業部の部長さんがいらっしゃるんですけど、まあ、その方が今シーズンから着任をされてそこからトントン拍子で話が進んだという状況です。でゴールドパートナーになるのも弊社の方からのアプローチで大体いくらぐらいからできるんですかっていうような感じでいろいろ話を詰めていった結果今に至ったという感じですね。ありがとうございます。こちらの方は、うちに今ちょっと紹介出た営業部長っていう庭っていうですねもうコテコテの関西出身の脂っこい部長がいまして、まあ、ピラニアみたいなくっついたら離さないっていうですね、すごくお客様にはすごくかゆいところに手が届く部長という約束であるんですけども私が一番この業界に来て20年間一番大事な法人営業のエキスみたいなのですねお客様の立場に立る、お客様をリスペクトする、自分の時間はお客さんの時間というふうに思って仕事のできる男が、来てでアローズさんにまあ録音したっていうそんな感じなんですね。で私の方は私の方で IT の大手の会社これ日産時代からずっとお付き合いのある会社なんですけどもそこで信頼しているまあエグゼクティブクラスの人がいて社長のことをよくご存知だったのでご紹介もしてもらってそれで私は私のまた別のルートで社長を知るきっかけができたんですね。まあ、これから発展していくお互いの発展をしていく上でのサイズ感っていうのはまあ、そのエグゼクティブいわくちょうどいいパートナー感
パートナーになるんじゃないんですかっていう、そんな助言をいただいています。まあ、僕がずっとサッカーをやってたかというとそうではなくてです、僕は本当に小学校の3年間しかサッカーをやっておりませんでした。ただサッカーをずっと見ておりまして、ちょっとこの場で言うことではないと思うんですけど、ずっと J リーグ創設時から応援していたチームっていうのがありましてですね。それはガマですか？言っちゃっていいんですか、これは。大丈夫ですか？ガマ大阪ですね。まあ、それもあって、ガマ大阪さんのと、まず去年、パートナー契約を結ばせていただいたっていうのがあるんですけど、ちょっと僕が精神的にしんどい時期がちょっとありまして、まあ、その時に、何で、なんていうんですかね、気分転換ができたかっていうと、やっぱり自分がフットサルをやったり、やっぱりガンバ大阪を見るっていうことが非常に自分の中では心の支えになったなっていう部分がありました。で、僕もそうなるまではスポーツで夢をとか、スポーツで元気を、なかなかそれってピンってこなくて、言うけどやってる人の方がっていうね、見る人に勇気を与えれるものなのかっていう、僕も最初は疑問を感じてはいたんですけど、それを自分で感じることによって、これはもう恩返しっていう意味もありますね。サッカー界へのちっちゃいながらも恩返しをしたい、でこういう気持ちを広めていきたいっていうのが一番の理由ですね。僕そうです、兵庫県の出身でして、はい、今の東京に会社はあるんですけど、なので部長さんとものすごく気が合いましてですね、はい。コテコテの関西弁で解釈してるから入れなくてそうなんです、富山県なのに関西弁でお互い喋ってるっていうなんで非常にそこは近いものを感じたっていうのはありますね。あとやはり妻の出身が富山っていうこともあって、この場で言うのもあれですけど、僕ものすごい妻のこと好きで、はい、ものすごく好きで、その妻を育ててくれた富山だと、もうこれはもう僕の中で感謝にしか値しないっていうのがありますので、それも非常に大きいです。6月9日の天皇杯、アウェーの浦和レッズ戦になります。ありがとうございます。以上をもちまして記者会見を終了とさせていただきます。ありがとうございました。